はい、こんにちは、トールと申します。大雪海の会なの第2話。いや、前回世界観の魅力をぶつけてきて、で今回が2人の旅立ちの描き方がね、抜群に良かったですね。はい、そんなわけで感想や考察を皆さんと共有できたらと思いますので、よろしければお付き合いください。今回のストーリーの骨組みは結構シンプルなんですよね。つまり第2話雪海の王女っていうことで、リリハを連れて帰ってきたね、カイナが、まあ、村人にリリハを紹介し、下の世界のことを聞くと。でリリハには村人の住人のね、生活を案内し、またですね、老人たちが背中を押してくれることによって、リリハを送り届けるためにカイナは旅立つというね、基本的なストーリーになってますけど、まあこれをね描くにおいてね、何が良かったかっていうと、登場人物の描かれ方が抜群に良かったんですよね。もちろん世界観に対するね考察も良かったんで、後でちょっと見ていこうとは思うんですけど、ね、とにかく今回出てきたねキャラクターたちの描かれ方がすごく良くて、まあちょっと順番に、言っていこうと思うんですけど、まずはですねカイナですね。まあ、彼は、ようやく今回ね、ちゃんとリリハが起きたことによってボーイミーツガールを果たすわけですけど、初めて同世代の異性に会うわけですよ。でこの生まれて初めて同世代の異性に会ったどころか、そもそも同世代に会ったことすら初めてのカイナの反応がなかなか良くて、最初はとにかくリリハをね無事連れて帰ることに、ね、必死になっていてですね、なかなか余裕がないわけですよ。初めて見た時に多分その美しい顔にね一目惚れみたいなのしてたかもしれませんけど、ね、連れて帰るまでは必死なんですよ。で必死なんだけど、その村人の老人たちがちょっと看板字読んでくるわみたいなことを言ってですね、ちょっと様子見といてあげてって言われて、安全な場所で二人っきりになって改めてね、顔を見た時にちょっとほっぺをツンツンしちゃうわけですよ。ちょっと悪いことしてる感じあるわけですよ。この辺のね加減がね素晴らしく面白かったですね。でまあリリハが起きてからもずっと様子を伺っていてですね、ここもねすごいねいいんですよ。これリリハは下に降りる方法がないって聞いて絶望するね、シーンの後なんだけど、その日のリリハはなんとか降りる方法ないかを考えていて、夜更かししてですね寝つけなくてね昼まで寝てるんですよ。でカイナもまた昼になるまで多分ずっとリリハの部屋の様子を見てたんでしょうね。リリハが起きた頃に老人たちがリリハの部屋を訪れて採寸なんかをしているんだけど、その様子をですね見るためにですね、部屋の前まで来てるんですよ。でも女の子の採寸に立ち会うのはなんか悪いやろなっていうところがなんとなく分かっていてですね、中には入れずに、でも様子が気になる、なんとなく魅惑的なものも感じているんじゃないかと、思われるんだけど、親カイナいたのかいってね言われた時にですね、ちょっとね手で演技していてごまかして、いました。そんなわけでリリハが来ているので、リリハと会ったことによって実は結構舞い上がってるカイナがね描かれていて、で、その舞い上がり方もすごくね饒舌になるカイナであったりだとかですね、自分の村の売りを ね説明していたりだとか、ちょっとまあ得意げにね、この村の話なんかをしてくれるところもですね、カイナめちゃくちゃ張り切ってる感がね、よくわかります。リリハに対してオオキドウジムシから ね助けてくれた時もこれ勇気をめちゃくちゃ振り絞って助けに行ってるんですよ。前回のそのリリハを助けてくれた男たちっていうのは勇ましい戦士だったんだけど、勘違いしちゃいけないのはあくまでもカイナっていうのはこの天幕村で狩りをする少年なんですね。だから助けに行くためにこれめちゃくちゃ勇気を振り絞っていたことなんかが、よくわかってる感じで、ね、この塩梅が良かったんですよ。カイナが別に勇ましい少年じゃないっていうところね、ちゃんと書いていたの良かったと思います。その上で、あんたがリリハを送り届けるんだよって老人に言われた時にもう全てを理解して、これが自分の使命なんだとねすんなりとね、入ってきたんじゃないかというふうに思われます。いいですよ。もうここからのその今回は本当に老人とのやり取り、中心にめっちゃ良かったんですけど、こっからだんだんそのカイナのねそのリリハに対するやり取り見ていくのもね、楽しいと思いました。いやちょっとねこの2人のねやり取り今後も見ていきたいですね。そしてまあ今回の旅立ちをね、しっかり描くためのね、対局にいたのはね、リリハであって、リリハはねまた全然違うわけですよ。別に異性に会うのが初めてでもないし、そしてまあ男性に対してカイナに対して本当に何も思ってないのがある意味正しいですね。そして、その上で彼女がどんな子なのかっていうと、彼女は王女としての使命感をしっかり持ってきてるんですよ。
だから全然知らんとこに飛び込んだとしてもですね、動揺したりパニックになったりはしないわけで、とても冷静に状態を見極めてですね、把握しようとして、そして、賢者に会うことを第一に考えてるわけですよ。彼女は自分の国を救うためにここに来ていて、それが第一優先ってちゃんと分かって、そのための行動をしてるわけです。素の彼女がめちゃくちゃ素直でね、人が良くてですね、まあ優しくかつですね、結構ひょうきんな顔もね、見せてくれてることは分かるんだけど、ね、でも彼女の中にあるのは自分の国のこと、変える手段がないって聞いてからもずっと変える手段を考えていて、ね、それは危険って言われていても不遊中の方に行ってしまうような ね、そういう女の子なわけですよ。これはね、本当にあの村の老人たちが言っていましたね。澄んだまっすぐな瞳を、していると、進んだ道を決めた女の目だと言われていて、まさにそれが今回のリリハだったというふうに思われました。で、個人的にね、一番リリハでね、良かったというか好きなのが、カイナにそのお前がリリハを連れていくんだよって言った時にね、全てをリリハはね、理解できちゃうわけですよ。あ、これはカイナにとっての根性の別れになるんだとか、村人はどういう気持ちで、カイナをね、送り出してくれるんだ、どんなに老人たちは悲しいだろうかって全部わかるんですよ。で、全部わかったからこそですね、そこで泣いたりはせずに、2人でね、老人たちが、ね、2人リリハの元にその服をね、花嫁をして衣装だよなんてことを言って、私に来てくれた時にですね、涙を流すわけですよ。その老人たちの思い全部リリハには見えるわけですね。今回老人たち笑ってカイナを送り出してるし、でカイナも笑って軽口叩きながら出ていくわけなんだけど、でも間違いなく彼らの方が悲しいんやけど、今回旅立ちでね、旅立ちの一連の流れの中で涙を流してるのはリリハだけなんですよね。ここすごく良かったですね。そう、他の人物たちはそこをもう超えたところで出発しているからこそですね、それを察することができるリリハが涙をする構図ね、良かったと思います。なんか旅立ちにおいて、まあリリハの涙がなかったら本当にあっさりしたものになってるかと思うんですけどね、ここで泣ける、そういったヒロインね、素晴らしいかなと、思いました。で、老人たちに関してはもう本当に説明するだけ打足というかね、言わずもがなの部分だと思います。もう前回からとにかく、自分たちがいなくなった後のカイナのことをずっと心配していて、その幸せを願い続けていた老人になりますから、だからこそリリハがね、この村にやってきてくれていたことを本当に嬉しく、思っていてですね、リリハの、ね、服の採寸する時なんかも多分ね、その言ったら花嫁衣装だよもそうなんだけど、なんとなくそのカイナに対しても同じように接してるんだけど、孫娘がいたらこんな風に可愛がりたいなっていうイメージがね、あったんでしょうね。だからこそ花嫁衣装なんていう冗談を言っちゃったんでしょうね。このあたりの描写もね、なんかちょっとやっぱり、まあ僕とかだと見ていると本当にわびしさみたいなのがあってですね、ちょっとほろっとね、来てしまいそうになるんですけどね。で、そんな感じで喜んでいた老人たちですよ、リリハの服を塗ってる時の嬉しそうな感じとかもね、染み入る部分があるんですけど、その上でね、まあ、今回老人たちの中にあったドラマとしてはね、これ看板人ですね。そう、リリハが帰れなくなったってことは、カイナと、ね、リリハが一緒にこの村でね、過ごしてくれて、ね、うまくいけば子供なんかができて、ね、だんだんこうね、まあその少なくともカイナが孤独に死ぬことはないかなっていうふうに、思ってたんですけど、ただそこにやってくるのが看板人ですよ、やっぱり彼らを送り出してやらないといけないんじゃないかっていう提案を看板人がやって、そして他の老人たちもそれを受け入れる、流れになります。そう、看板爺と老人たちって今までちょっと距離があったんですよね。離れとったんですよ。みんなで仲良く食事するシーンに看板爺はいなくて、看板爺は言ったら、他に比べて偏屈爺さんと思われていてですね、ちょっとだけ距離があったわけなんですけど、今回リリハがやってきてからは老人たちってみんなしっかり一緒にいるわけですよ。送り出す時も、笑顔でカイナのことを送り出してやろうぜってことで老人たち5人がね、一丸となってるわけですよ。いや、この絵ね、本当に良かったなと思って、まあその送り出してからはですね、多分今まであったしがらみみたいなものがちょっと消えてるやろなっていうところをね、
想像するぐらいにはなんか出発のシーンが良、ね、かったと思います。なんかお腹冷やすやの冷やすなよみたいなね、よくある小さい子に言い聞かせるような言い方でね、言いつつもカイナはですね小さい子じゃないんだからってね、いうやりとりですよ。本当に根性の別れなんだけど、根性の別れだからこそこういうね、やりとりをしてしまう、もう自分はね大きくなったんだから大丈夫だよってね、言ってしまうようなねカイナでですね、笑顔で送り出されていたのはね本当にねいい旅立ちの、シーンに仕上がっていたかなというふうには思われました。はい、皆さんのね感想なんかもちょっと教えていただければと思いますけど、いやーちょっとね1話世界観、2話旅立ちの描き方っていうのはね、いい構成になってたと思います。で3話から冒険が始まるわけですよ。いやー楽しみですね。ではここからはポイントごとに話をしてみようと思います。まずは次回以降ね出てこなくなるかもしれないんで、天幕の生活を今回はちょっと多めにね見ていこうと思います。まずですね、この天幕村なんですけど、天幕っていうものがまあ星を覆っていて、そこまで届いている大きな長い軌道樹と呼ばれるものがあり、この天幕の真下あたりでね、天幕村の人たちは住んでいるようですね。はい、この下においてはマスクみたいなものをね、いらないみたいですし、機密服みたいなのも必要ないようです。天幕の上と下でやはり環境が違うことはね、伺えますね。虫たちも大体こう天幕の下あたりにねいることが多いような、そんなイメージでしたね。そして、この村の人たちっていうのは軌道樹からね水をもらって生活してると、そして、食べてるものは主食となってるものは圧倒的に虫を、食べてる子たちになりました。今回もねさなぎのね煮物を食べてスープをね、食べていました。このねあたりね、よく見たらわかるんですけど、今回ね、ハムシのさなぎっていうものをまあ保存食として置いてるんでしょうね。これ多分さなぎの状態で取るから安全で、つまりハムシがさなぎになってるシーズンを狙ってみんなで取りに行ったりするんでしょう。で取ってきたやつがまあ言ったら羽化しないように多分燻製にしてるんだと思われます。この前回の時にトビケラを取ってきた時に足はね、わしが燻製にするわみたいなことを言ってですね、おじいさんがね持っていきましたので燻製係が多分いると思うんです。で今回サナギをですね保存食としていつも食べてるね、サナギを燻製にしていたということだと思います。はい、そうですね、1話の段階はですね言ったらこう生卵が食べれるって言って保存食じゃないものを食べてみんなすごく、舌鼓を打っていましたので、こういったね虫とを食べながら生きていく、そういう道筋だと思われます。今回のその別れるシーンで知らない虫は食べるんじゃないよって言って、いやこれはねなかなか旅立ちの時に言われたこと僕はねなかったんですけど、そうなんですね、虫を基本的には食べるから、ね、知らんキノコ食べるなよとか、ね、知らん葉っぱを、ね、食べるときは気をつけるよみたいな話に来て、知らない虫は食べるんじゃないよっていうね、そういうまあ世界観だと思われますが、まあまあ下の世界はそこまで虫は食べてないということだと思われます。もちろんですね虫を食べるだけじゃなくて道具としても利用してるみたいで、今回カイナが虫釘が何個いるんだよみたいなことを言っていて、実際にこう釘っぽいものを、ね、使っていましたので、これが多分虫釘なんでしょうね。虫の、まあ、その爪の部分だとかですね、ね、そういった硬い部分を釘としてね使って移動しているようです。今回戦った大木戸ウジ虫に関してもですね、なんか部品がもし取れていればね、そういったところから釘が作れたかもしれませんね。そうなんですよ、今回大木戸ウジ虫との戦いがありましたね、しっかりと。そう、これって前回そうですね、トビキラを横取りしようと思って飛んできてた、虫になってます。はい、大木戸ウジ虫の野郎がね横取りしようと思ってさーってね、トビキラを引き上げたんだよみたいなことをカイナが言っていましたので、この大木戸ウジ虫はやはり天幕の下に住んでいてですね、そこから、飛んで獲物を狙ってる、そういう構造のようです。まあ、カイナたちが無事でいられるのはですね、その大木戸ウジ虫の行動圏内を把握してるからこそだというふうに思われますね。で今回大木戸ウジ虫がその負けちゃったじゃないですか。これやっぱり、細かいところに入り込んで行動するのに向いてないタイプなんでしょう。だから空を飛んでるような虫を捕らえて食べるみたいなね、そういう構造のようですね。はい、大木戸ウジ虫の生態もちょっと分かったんですけど、まあ、今後出てこない可能性は結構高いですけど、まあ、こういった虫がいるんやとすると、今回、まあ下に下っていってたんですけどね、その軌道樹を下っていく途中にまた虫に出くわす可能性なんかもあるので、この辺りちょっと危険そうではありますね。
まあその戦うための武器みたいなものがあんまり見当たらないんですよね。なんか天幕の上では機密服が必要なのかなとは思ったんですけど、まあ機密服と酸素ボンベみたいなものをまあつけたまま下っていってますので、ね、そういう意味ではですね、なんか天幕の上だから機密服が必要みたいなわけではないのかもしれませんね。ちょっと話、それましたけど、こんな感じでそれぞれ役割分担してるんですよ、みんながね。今回その見て分かるように、みんなで編んだロープだよって言ってロープを編んでいたりだとかですね、誰が何したかって結構大事なんですよ。そう、鍋は鍋で使ってるけど、鍋の蓋はこれね、多分木のつるを編んで作っていてですね、こういった、何かを編んで作るのが、得意な老人もいればですね、例えばこれ、はい、カイナがですね、1話の時点でですね、ああカイナが帰ってきたみたいなね、ことを言っていた老人がいたと思いますけど、これ今回、説明されましたね。そう、明かり貝を取っていたんですね、うん、そしてこの明かり貝っていうのは多分その夜になった時に明かりがね灯されてですね、まあその明るく活動できる、そういう貝なんだと思うんですけど、これ頻繁に取りに行ってるっていうことは、多分明かり貝を採取してからしばらくは光ってるんだけど、そのうち光がなくなってしまうから定期的に必要なんですよ。だから彼は多分その外で動くことが得意なのか、細かい仕事が苦手なのかはわからないんですけど、これが彼の仕事なんですよね。で、採寸したりだとか、物をね、衣類系を編んだりだとか、裁縫係だとかですね、まあ、ロープ編んだのもそうだし、料理係もそうですね、燻製をね、担当してるね、男の人もいたと思われますので、こういった役割分担の中で、カイナが狩りをしてね、そして過ごしていた、そういう村の様子がね、全部綺麗に描かれたと思います。もう、ほぼほぼ保管されましたね。で、その上でやっぱりしっくりくるのが、多分、この村の人たちにとっては、ね、看板 G の仕事はですね、価値があるとは思えなかったんでしょうね。ただ今回その知恵をカイナに与えですね、提案して、みんなを送り出したことによってちょっと溝が、まあ埋まったのかなというふうな、構造になってですね、いやいいですね。もう出てこないにしてもこの村人たちの関係性とか生活っていうのがすごく綺麗に、書かれたんじゃないかなというふうに思われました。はい、皆さんのねちょっと村の様子だとかですね、もう出てこないかもしれんけどこれ何だったんだろうみたいな様子が、要素があったらまた教えていただければと思います。リリハのいたところについても少し触れておきましょう。リリハがいたのは、まあ天幕村っていうのは天幕と軌道寺のね、狭間にいるんだけど、リリハたちがいたのはその雪海と、軌道寺のね狭間麓のね、場所みたいです。1000人ぐらいが過ごしていたところが、まあリリハのアトランド国だと思われるんですけど、このそもそもねその雪海のせいで人々が住めない環境っていうのがちょっと面白いですね。我々の考えている雪とは違う雪なんですよね。分かっていたことではあるんですけど、多分軌道樹のある軌道樹についている胞子みたいなものがですね雪を降らしていて、それによって地上は雪海に覆われてしまっていると、雪海に覆われたから天幕を作ったのか、天幕にその雪海の胞子みたいなものが、発生してしまったから雪海が生まれてしまったのか、ちょっとはわからないんですけど、ともあれですね、この雪海に人々は困らされていると。前回もリリハが今回ばかりは雪海に感謝みたいなことを言っていましたので、人々の生活圏内がどんどん狭くなっていってるのかもしれませんね。そして、目下の課題は水不足、人類全体の課題は水不足ということが共通しているようです。そして、リリハの国の課題としてはですね、まあバルギア国が、攻めてきたという形になりました。これなかなか独特ですね。なんかすごい変な形の軍艦みたいな、一つの島みたいなね、そういう構図になってますが、それが軍艦を率いて攻めてきているような、構図になってました。これを、まあ、救うためにリリハは賢者に会うために旅立った形になるんですけど、水不足が解決されれば、バルギア国に対して何らかの交渉ができるという見積もりなのかもしれません、この辺はね次回以降の展開に期待したいと思います。いやね、だって下ですよね、天幕村と違って下は結構我々のイメージしやすい文化圏なんですよ。この雪海の上を移動するっていうところを除けばね、普通に家畜みたいなのもいるっぽいですし、また人々同士でしっかり争いをするわけですよ。まあ 5,6 人しかいない村においては争いってなかなかね起こせないわけなんですけど、まあこの下の世界においては、つまり長すぎる包丁が
必要な世界というね、形にはなっていてですね、争いが起きている。で、共通、人類共通の課題は水不足であって、そして、それでもまだちょっと余裕があるからこそ人間同士で争って奪い合ってね、そういったことが起きている形になってますので、いや、これをどう解決していくのか、最終的にはどうなんでしょうね。水不足が解決すれば争いはなくなるのか、このあたりもちょっとその2人の冒険にね、期待していきたい部分ではあります。世界観全体の伏線見たものをちょっとね、触れておこうと思います。今回、リリハがね、言っていたのは、賢者が水不足を解消してくれるよというね、話でした。やはりね、なんか、その、我々的には未知のテクノロジーがどっかに隠されてるんじゃないかなと、いうふうに思われる分ですね。まあ、このあたりは、その、前回、看板 G が言っていた儀式の、話もそうだと思いますし、なんか、今回 G が、その、看板見つけたら絶対声に出すよみたいなのを言ってたのを考えると、何らかの音声で起動する機械や オーパース的なものがあるのかもしれません。そうなんですよ、なんかすごい未来の科学技術みたいなものがちらほらしていまして、前回カイナが帰ってきた時に天幕から起動時の中に入る時にシェルターみたいなね、ところをカポッと開けていて、ここで使われていた金属が多分今回出てきたですね、すごく硬くて丈夫なね、金属で、これを使って木の下にね、どんどん進んでいく形にはなっていましたので、この材質を作ったテクノロジーが多分存在するんじゃないかと思われます。まあ樹皮削りなんかに関しても多分そのカチッてやったら使うんだぞってね、それ以上ひねってしまうとなんかしばらく使えなくなるみたいなことがあるので、これ燃料切れとかなしにね、自動的にエネルギーを蓄積させて、そして、気を削るぐらいのエネルギーとしてね放出するっていう結構未来の技術っぽいものが、ありますので、いろんな未来技術のその様子がね端々から見えるところ楽しいですね。もしかしたら浮遊中もみんなが無視と思っているだけで、実は天幕の上と下を観測するための観測器が中に入っとってね、それを胞子が覆ってしまったみたいなね、そういう形の可能性もねあると思います。そのよくある作品というかメジャーな作品で言うなら風の谷のナウシカなんかのね、その胞子とかはこの、地球を浄化してるみたいなね、そういう形で書かれていましたので、パッと思いつくのって言うならね、起動時や胞子なんかが、この星の環境を良くしてくれてる、ようにも見えますし、逆に良くしようとしていたところの筋書きがどっか、間違ってしまって雪海に覆われた地球になってしまっている可能性もあります。はい。ポイントとしましては、その謎が解けるかどうかは置いといて、水がどこへ行ったかっていうのが分かれば、もしかしたら解決する可能性はあると思います。その世界の謎の部分に関しては全ては、明かされてはいないんだけど、何らかのね、起動の方法があって、例えばここにある雪海たちが全部水に、海になるんだとすると、それはいろんな人が、助かったりすると思いますので、最終回においてその雪海が全部海になるね、そんな展開もあるかもしれませんので、水がどこに行ったかの突き止めるのが、目下の課題として、上がってくるんじゃないかというふうには思われません。あと謎の部分で言うなら、カイナがリリハと出会う直前に見た緑色の光ですね、これをカイナは何かよく分かってはいなかったわけですが、今回もですね、2人を助けるためにですね、ちょっと働いてくれましたので、今後もまた出てくるかもしれません。はい。他にもちょっとね、伏線めいた部分とかですね、世界観に関して気になった部分ありましたらまた教えていただけると嬉しいです。こういうのはね、あれこれ妄想しながらね、想像するとですね、楽しい部分でありますね。あとは注目点ですけど、起動時をゆっくりゆっくり降りていくってすごく面白いですね。なんか、塔を登っていくんじゃなくて降りていくっていう ね、そういう形で、起動銃のね、その樹皮を削って、そこにロープを引っ掛けて、で、滑車を通すことによって降りていくと。で、ロープをね、引っ掛かってるだけやからね、シュッてやってこう再利用したりするんでしょうね。カイナはこう慣れたものでね、滑車のね、を使ってシューッと降りていってるんだけど、リリハは慣れてなくてたどたどしく、降りていった描写、なかなかに良かったと思います。ただ降りるだけだとは思うんですけど、何か冒険が待ってるのか、それとも降りてからの話にすぐに行くのか、全然ねちょっと予想できなくて楽しみにしています。もう一つの注目ポイントとしては、今回語られなかったことがあると思うんですよ。あまりっていうのが何かっていうと、カイナの出自に関する話が出てなかったなと、思いまして、例えばカイナって今回リリハに言ったら守ってくれていた人のですね、刀を、手がナイフをですね、直前に返すんですよ。これ一緒にその雪海の世界に降りていくことが決まった後にナイフ返すんですよ。すぐ返すんじゃなくて、
これって多分その自分がいた場所のことを思い出してですね、あのリリハがいなくなってしまうのが嫌だったから、ちょっと考えて持ってたのかなというふうに思われるんですけど、じゃあですね、まあ元々のカイナってどこから来たのっていうのはちょっとわからんままなんですよね、うん、なんかこの老人たちの孫とかね、ひ孫とかいうわけじゃなさそうですよね、話の流れ的に。で、1話に書かれた振り的には、その最後にやってきた文字読みの子供だったみたいなね、ところが見えるのかなと思ったんですけど、カイナ自身はその自覚がなさそうだったんで、僕今回、その、君は文字読みの子供だったんだよ、みたいな、ね。だから絶対文字があったら読み上げるんだよ、みたいなことを看板字が言うのかなと、思ってたんですけど、そういうことではなかったんですよね。ってことは、カイナの出自に関して老人たちはあえて何も言わなかったのか、それともカイナはすでにですね、自分の出自については聞いているから今後リリハに語ることが出てくるのか、どちらかかなというふうには思ってます、この辺はちょっとねわからないんですけどね、ちょっと覚えておこうと思いました。そう、出自に関する語りは今回なかったですよね。そんなわけで今回は第2話の感想考察を共有させていただきました。皆さんねいかがだったでしょうか。あと本編外の話としましては、こちらねなんか続編が劇場版で作られることが決定してるみたいなね、話になってます。まあアニメの中でのね、ストーリーをしっかりと一区切りね描いてほしいなとは思うんですけど、その後に劇場版でも楽しめるのかなというふうに思われて、まあまずはアニメをね、楽しんでいこうと思います。でこのチャンネルね、こんな感じで僕は楽しんでる作品の動画とかね、ライブなんかで楽しみをね共有してですね、まあもっともっとね、満足度上げていこうという形で活動してますので、今後も応援していただけると嬉しいです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。失礼します。